はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。今回はファナティカルのトップセラーを見てちょっと驚いたっていうことをスチームラボとして取り上げようかなと思いました。っていうのは、このトップセラーっていうのは、まあ売れたものから順番にこれランキングされてるんですが、トップ10のうち、6つがバンドルで、上位に来てるんですね。で、バンドルって結構たくさんのゲームを安く購入できる、都合上他の単体のゲームよりも単価が安いはずなんですけど、それでもトップセラーに来るということは、よほどいいんじゃないかということで、ちょっと簡単に調べたものを順番にご紹介したいと思います。まず1位に挙げられているベント2バンドルという中にはですね、これがすごいんですよ。528円で変更、ギルティギア、イグザードサイン、そしてザ・キングオブファイター2002アルティメアンリミテッドマッチね、エボ2019でこの辺りの格闘ゲームがまた脚光を浴びましたが、こういうものとか入ってますし、コスミックスターヒーローとかフェンダンブね、これ自分ワンコインで紹介しましたが、でアスタブリード、そしてコーマ、韓国のね、ホラーアドベンチャーゲームですけど、こういうのが入っていたりとか、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個のゲームが入って、ほんと10の素晴らしいインディーゲームだと思うんですが、528円と、そらこれ売れるわと思いましたね。はい、で、見方なんですが、この変更を例えば、見たい場合、ここの下にあるんですね。はい、クリックすると下に出てくるんですよ。でさらにこれを Steam で見るっていうリンクがあるので、ここを見るとそのキングオブファイターズ2002がどういうゲームなのかっていうことを Steam ページで確認することができると。で Steam ページって結構情報量が多くて、レビューとかも見れるんで、さらにファナティカルよりも多くの情報を手に入れることができると。なんでこの作品のうち少しでもプレイしたいゲームがあれば、まあ528円でこの全て手に入りますからね。はい、まずメントバンドル2がありましたね。そして、まあミステリーゴールドラッシュバンドルはいいですよね。別動画撮ってるので。そして、4位ですね、メガピック&ミックス。はい、これはですね、30のゲームがありまして、この中から好きなゲームを5選んだら106円、10選んだら200円、20選んだら370円と、こんなに単価が安いのにもかかわらずみんな買ってるのか、はい、4位に来てるんですよね。はい、この中でも例えばこの製品詳細のところリンクすると、この下に移動して、例えばこのストームでしたらスチームで見るということで、はい、こんな感じで見ることができます。で、この作品だと日本語はサポートされてませんが、まあまあ賛否両論のゲームであるってことが分かりますし、まあジャンルとかも分かりますし、レビューなんかも日本人がそれでもレビューしてるんで、こういうものを参考に、できると思います。まあ選択しないといけないんで、30のうち最大でも20なんで、まあもちろん、20と10買ったら全てコンプリートできるんですけどね、570円でコンプリートできるんですが。で、なんで、このバンドルを今紹介するかというと、まあ、フルーツパフェで例えると今の Steam ユーザーのほとんどが上のフルーツを食べてるだけの状態なんですね。でもフルーツパフェって美味しいのこう幾層にも分かれていて、最後の層なんかのチョコとかもし含まれていたらめちゃくちゃ美味しいでじゃないですか。混ぜて最後食べるじゃないですか。フルーツを食べてもそのままそれでもフルーツパフェ食べるの終わりっていう人はまずいないですよね。それと同じようにスチームって今スチームユーザーって爆発的に増えていますけど、まあまあせいぜい2017年8年9年のその辺の層を食べてるだけなんですね。プレイしてるだけなんです。でもスチームって歴史があって、その2010年とかのゲームも自分掘り出してやってますし、2014年とかもかなりいいゲームがありますし、でこのバンドルというのはどちらかというと古いゲーム、古いって言ってもまあ2013、14ですけどね、さっき見たように。
なんでその辺のこう美味しい層を発掘することによってさらにあのゲームの遊びの幅が広がるんじゃないかなということで、あのバンドルは結構あの目立たないゲームかもしれませんけど、購入すること、そしてプレイすることの意味があるのかなと思いました。はい、例えが適切であるかどうかは分かりません。そして、6位、リデンプションバンドルですね。はい、これも結構いいゲームがあります。例えばブローアウト、このブローアウトというゲームは以前にあのスマブラ風ゲーム7000の一番最初に紹介したゲームなんですけど、はい、このゲームがですね、いろんなインディーゲーム、ヨーカレイリーとかデッドセルズとか、有名なインディーゲームですね、ハイパーライトドリフターとか、まあ、そういう有名なインディーゲームの、主人公が戦いを繰り広げるスマブラ風ゲームなんですけど、まあ、だからスマブラは任天堂のキャラたちですけど、このブローアウトはそういうスチームにある良質のインディーゲームの主人公キャラが戦うスマブラ風ゲーム、これ1980円と割と高値なんですが、でそのゲームも含めた 1,2,3,4,5,6,7 つのゲームが、はい、428円でプレイできると、はい、これもクリックしてもらって、例えばこのクニオくん風ゲームであれば、クリックしてスチームで見るを、はい、リンクしていただくとこんな感じでスチームページが見れる。これも1980円のゲームで、はい、クニオくんが遊べるゲームですけどね。まあ、これに限っては2017年2月と比較的新しい日本語対応のゲームになってますね。はい、そしてまだまだあります。アストロサガバンドル、このアストロサガバンドルという、バンドルにどういうものが入ってるかというと、バルガイザーであるとか、まあ、これはワンコインディーで紹介したゲームですが、あと、ロボット系ですね、スチールストライダーというゲームですね。はい、このゲームも入ってきてます。はい、これは2015年11月13日公表のゲームですが、横スクロールのロボットアクションゲームが入ってたりしますね。こういうロボ系の、1,2,3,4,5,6,7つのゲームが528円ということですね。そして、もう一つですね、はい、ハイデンジェムズピックミックスですかね、ピック&ミックス、これも、さっきの、メガピック&ミックスと同じで、このここでは19のゲームですね。はい、19のゲームの中から5選べば211円、10選べば317円、15選べば401円ということで、選べるバンドルですね。でワンフィンガーデスパンチ、これは最近2が出ましたが入っていたりとか、まあジグソーパズル系のゲームとかもあったりとか、まあいろいろあるんで、さっきと同じ要領ですね、商品詳細からスチームで見るをクリックするとそのスチームページに飛ぶことができますね。まず、マイアカウント、注文履歴とキーをクリックします。すると、注文履歴に行きますね。で注文&キーを表示をクリックします。すると、スチームゲームキーのページに行くので、このレジームというボタンを押します。クリック、はい、するとこの Steam で製品を有効化のページに行きます。で続けるをクリックすると、この一つのゲームのゲームが有効化になるだけなので、ここで複数の製品を有効化をクリックします。すると今あの入れたキーがここに入るので、あとリターンキーを押して、この注文のところどんどんこれあのたくさんあるので、このキーをコピーしてペーストしていきます。順番に、そして製品を有効化すれば複数の、製品コードを一気に有効化できるので、特にバンドル販売の場合はたくさんキーをいちいちレジームを押して一回一回有効化するよりは、まあ、複数の製品を一括して有効化した方がいいかなと。なのでバンドル販売の場合はこの方法が一番早いかなと思いました。まあ、このやり方に関しては自分の運営サイトにでも紹介しているので、概要欄にリンク貼り出しておきますのでご覧ください。はい、以上こんな感じで、かなり
バンドルが上位に入っているっていうこともそんなにないことだと思うんで、ぜひバンドルも何か気になったものがあれば購入してみてください。各バンドルへのリンク、概要欄に貼り出しておきますのでご覧ください。ということで今回スチームラボはファナティカルのバンドル紹介でした。また何か気になったことがあったら紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。ユーロでした。バイバイ。